皆さんこんにちは、ナイトです。ということでですね、今日はついにあれを買いました。早速ご紹介しましょう。ヨドバシカメラで買ってきました。それがこちらです。ダダン、アップルウォッチシリーズ3。僕アップル製品大好きでいろんなもの買ってきたけど、アップルウォッチシリーズには手出したことがあったんですよ。なぜかっていうと、絶対アップルウォッチは使わないだろうなと思ってたの。なのでこれは逆の発想なんだけど、まあ、やっぱ俺レビュー系が好きなんで、アップルウォッチをいらないと思ってる男がアップルウォッチを使ったらどうなるのか、本当に必要なのか、それともやっぱりいらないのか、これをね検証したいと思います。っていうかね、皆さんもアップルウォッチに手出そうかなとか迷ってる人多いと思うんですよね。まあ、もしくは俺みたいに、いや絶対いらないって思ってる人。だからそういう人たちの目線で俺も買って、どう変化していくのかを、レビューしたいと思います。で、俺ヨドバシ買ったんだけど、あの担当してくれた伊藤さんって方がいたんですけど、アプローチ正直どうですかってね、正直使ってどうですかって聞いたんだけど、もうね本心で言ってるってことが分かったんだけど、めちゃめちゃいいですよ。もう2年間使ってるけど、もう手放せませんって言ってた。いや社交辞令っていうか、まあ、そういう営業トークかなとも思ったんだけど、目は本気だった。だからその言葉も後押ししてくれたんで、ちょっと今回はねレビューしてみたいと思います。ありゃ開けてみたいと思います。アプローチいでよ、デレテレテテ、おいまだ出てこない。オープン、デレテレテレーン。こちらがアップルウォッチシリーズ3になります。それの僕は 38mm を買いました。そして GPS モデルで、セルラーモデルではないです。 GPS モデルってのが今までので、セルラーモデルっていうのは、iPhone… おい、びっくりした。大丈夫です。セルラーモデルがついてると iPhone がなくてもこの Apple Watch 単体で通信ができると。だからそれだけで持ち運べるんだけど、俺は格安 SIM だったのよ。 iPhone X がフリーテルの SIM なんで、セルラーモデルを買っても接続できませんと。3大キャリア、ソフトバンク、 AU、 ドコモの3大キャリアじゃないとセルラーモデルを買っても通信がこれ単体でできるようになりません。だから俺格安 SIM のフリーテル、ドコモの回線なんだけど、それでは使えないらしいんだよ。だからもうどっちにしろ GPS モデルしか選択肢はなかった。で、僕が買ったのはこれ。文字盤の大きさが2種類、 38mm と 42mm ってのあるのよ。ちょっとこれよりでかい版で、僕は 38mm を買いました。なんで 38mm の小さいものを買ったかっていうと、そのおすすめしてくれた方がどっちも使ったことがあるんだって。で、その時に結局どっちが良かったかっていうと、 38mm の方がスポーツする時とかにもでかいのよりも小さい方が使い勝手が良かったですと。実用をした人の意見っていうのが一番参考になるんで、僕は 38mm にしました。はい、これで大体お値段が3万8000円くらいですね。あ、ちっちゃ。自分のつけたのと、ね、比べると重さもすごい軽いし、おもちゃみたい。まあ、起動を待ってる間に、その方にねおすすめされたポイントをお伝えしたいと思います。僕セルラーモデルじゃないとスイカとか使えないと思ったんですよ。セルラーモデルじゃなくてもこれ単体でスイカを使います。だからランニングとかするときに iPhone と持っていかなくても、これセルラーモデルじゃない GPS モデルでもスイカの機能だけはちゃんと使える。だからお財布とか持っていかないでもスイカが使える自販機だったら、これピッてやってジュース買えて飲める。まあコンビニとかでもスイカ使えるからね、これでピッとできる。だからセルラーモデルなくてもいいじゃんと思ったよ。スイカ使えるんだったら。 Apple Pay は使えないって言ってんだけど、スイカがあればまあ一通りねのことはできるよね。コンビニで買い物もできるし、電車も乗れるし、だからそれすごい便利だなと思ったの。だから意外と GPS モデルでも大抵のことはできるという感じですね。ペアリングします。iPhone は Apple Watch に近づけてください。わかりました。この Apple Watch を設定続ける。ということで、ちょっとお風呂上がりなんですけど、戻ってきました家に。そして Apple Watch をね、2日ほど使った感想をね、簡単に述べたいと思います。これですね、まず便利なところ。便利なところは、Suica がすごく便利です。この中に Suica を入れてるんだけど、まあもちろん改札通るときはもちろん、コンビニでの支払いとか自販機とかでもこれで一つで支払いできるって予想以上に便利だった。その iPhone でもできることはできるんだけど、この腕をかざしただけでこれにすぐにお支払いができて、すごいスムーズだから、これはね他の電子マネーを使うよりも一番いいかもしれない。 Apple Watch を使ってて一番の利点はそこでした。で、それ以外は何かあるかって言われると、正直今のところあんまないかな。そうですね。で、結構みんなこの時計に求めるものって通知って言ってたんですけど、俺的にはそんなに通知で役に立ったってことはなくて、
まあ、そもそもそんなに LINE も来ないし、そんなにね、連絡事項を頻繁に確認するような、タイプでもないんで、なんかここで結局通知が来ても見づらいから、そのうちに結局 iPhone 開くみたいな。だから連絡事項とか頻繁に来る人は、あ、これは今すぐ返信しなきゃいけない、これは後でいいやってね、選別があると思うんですけど、俺はその緊急な用事っていうのはないんで、なのでそこまで通知でうわ助かったっていうことはないですね。うん、だからスイカが今のところ僕の中で一番響いてます。で、不満点としてはね、俺的にはまだ使ったばっかりだからだったと思うんだけど、このね、 Apple Watch の OS がすごい使いづらいんだね。なんかこのダイヤルとここのサイドボタンをね使ってやるんだけど、あの iPhone だとやっぱ OS 素晴らしくて、もう直感的に分かるじゃないですか。なんかこれね、直感的に操作しようと思っても、あれこれどうやったっけみたいな、ちょっとね、一手間二手間ぐらいかかるみたいな感じがします。まあ、慣れちゃえばどんどんとスムーズになっていくと思うんだけど、まあ、iPhone の iOS に比べるとやっぱりね、そこら辺がちょっと劣ってるかなっていう感じはしました。まあ、まだ本当にね、買ったばっかりで、まだまだね、分かんないところがあるんで、次は1週間使ってみて、このね、アプローチ不要派だった男はつけるようになるのか、それともやっぱりいらないままなのか、それをレビューしたいと思います。とりあえず今回は開封と、ちょっとしたね、使い心地を、第一印象ということでお伝えしました。ということで、1週間後のレビュー楽しみにしてくれる方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録の方お願いします。それではまたね、バイバイ、おいしいよ。